全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。ヨロピコ。さあ今日なんですが、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきました。タックさん、こんにちは。こんばんは。季節も夏になってきてホラーコンテンツが増えてくると思いますが、タックさんも夏にぴったりな怖い話あげていただけませんか、ということなんですけど、リクエストありがとうございます。こういったホラー系に関しては、稲川淳二さんが生まれてから現在まで怖いですよねって言った回数ぐらいこれまでやってきたんですけど、今日はですね、見たことない方の方が少ないんじゃないかなっていうお地蔵様に関するちょっと怖い話、こちら紹介していきたいと思います。今日の内容としましては、道端にいらっしゃるお地蔵様に安易にお供え物はしてはいけない理由といったものになるんですけど、これから紹介するのは掲示板に投稿された話です。まずはその話から。ある日、とある少年が両親の離婚を機に母親と一緒に東北地方の小さな町にある祖父母の家に引っ越すことに。その町は家がポツポツとあるだけで寂れた町でした。町の小学校は全学年で20人ほど。いつしか少年は一つ上の学年の子たちにいじめられるようになってしまいました。そんな時、少年はふと昔おじいちゃんが話していた首刈り地蔵の話を思い出します。この町には小さな公園の奥の森の中に首のないお地蔵様が3体。そのお地蔵様にお供え物をして誰々を殺してくださいとお願いすると、それが現実になるというものでした。少年は放課後、お弁当の残り物のおにぎり2つを持ってお地蔵様にお供えをすることに。するとその晩、少年が寝静まった頃、カチャカチャ、鎧をつけて歩くような物音、そして足音が止まったかと思うと、足りない、そう言って声の主は去っていきました。3体だからおにぎりが2つ足りないのか。少年はそう思い、その翌日おにぎりを1つ持ってお地蔵様へとお供えに行きました。目を閉じて同じように唱えていると、何やってんだ。後ろを振り向くと、見知らぬおじさんがものすごい形相でこちらに走ってきます。そのまま少年は思いっきりぶん殴られてしまいました。その翌日から少年とその家族の生活は一変します。町へ行けば周りから白い目で見られ、スーパーやコンビニからも商品を一切売ってもらえない、俗に言う村八分。やがて小学校に通うことさえできなくなり、母親は勤めていた病院から解雇、町役場へ抗議しに行っても全く口を聞いてもらえません。そんなある日、もう東京へ引っ越そう、母は一家にこんな話を持ちかけます。しかし少年の祖父母はこの町を離れたくないと残ることを決断します。仕方なく少年と母は祖父母を残して東京へ。その後、実家とは電話でのやり取りが中止になったのですが、ある日から突然電話が通じなくなったんです。実家はどうなっているのか、そんな不安がよぎる日々を過ごしていたある日、何度祖父母の家に行っても留守なんです。とある運送会社からこんな電話が入りました。急いで実家へと向かいます。着いたのはその日の夜。しかし実家に明かりはありません。玄関を叩くも応答なし。ドアを開け足を踏み入れようとすると、部屋の奥から凄まじい腐敗臭が。ドアを開けて中を覗くと、そこには宙にぶら下がるおばあちゃんの姿、そして足元には布団の中で寝たように目をつむっているおじいちゃんの姿。祖父は病死、その後を追うように祖母は首吊りを。後に警察からはそう聞かされました。その瞬間、少年はおじいちゃんから昔聞かされた首刈り地蔵に関する話をふと思い出した。この首刈り地蔵と名付けられる前、実は首なし地蔵と呼ばれていたそう。そんな不気味なお地蔵様に手を合わせる人なんていなかった。ただその昔、実は一人だけ毎日お供え物をしては手を合わせる男がいたんだそう。その男は何者かに殺害され、犯人はその後も見つかっていない。それからというもの、男の代わり、その母親が毎日欠かさずお地蔵様にはお供え物をするようになったそう。そして何週間か経ち、町ではまた二人の死者が。一人は首を切られ、もう一人は首を絞められ亡くなったんだそう。それ以降、そのお地蔵様にお供えをする人がちらほら現れ、町でも何人かの人が続くように亡くなった。そしていつしかこの首なし地蔵は首刈り地蔵と呼ばれるようになったそう。その町が今どうなっているのか、少年の頭には今でもあの声が聞こえるんです。足りない、怖いですよでーん。ということで、まあ、有名なお地蔵様に関する怖い話なんですけど、すべてのお地蔵様にね、こう手を合わせてはいけないみたいな話なんですけど、まずそもそもこのお地蔵様って何なのか、正体わかりますか？これ分かりかねる人もいるのかもね、ということでちょっと調べてきたんですけど、まずこのお地蔵様、正式には地蔵菩薩といって、仏教において悟りを求めている対象だとされています。そして特に道路脇にいるお地蔵様っていうのが、土地を悪いものから守る道祖神、通称土地神様とも呼ばれています。もともとは疫病が村に入り込まないようにする魔除けの役割とか、あとは旅人の安全を願うという役割で作られることが多かったそうなんですけど、お地蔵様見ると赤い頭巾とかよだれかけをつけてるとこがありますよね。これも実はしっかりと意味があって、この赤色っていうのが仏教では清く正しく正直な色っていう風にされてて、ここから魔除けの意味があると言われてるんですよね。さっきのお話では3体のお地蔵様が登場したんですけど、まあ、お地蔵様が1体いるとこにはあと5体、そして6体のお地蔵様が並んでるパターンっていうのも結構あるんですよ。これが6地蔵と呼ばれていて、数字の6っていうのが仏教の六道の思想から来てるんですけど、死者の冥福を祈って墓地とかに立
てられることが多いです、まあ、中でも岩手県にある中尊寺金色堂の六地蔵が有名だったりしますね。でさっきも言ったこのお地蔵様に気軽に手を合わせてはいけないってやつ、これはなぜそう言われてるのかっていうと、理由は大きく2つあります。まず1つは悪い霊が集まりやすいと、そしてもう1つが手を合わせることでその悪い霊が取り付いてしまう可能性があるからだと言われています、まあ、このお地蔵様の中にはですね、事故で亡くなった方とか水子さんを供養するために作られたものとかもあるんですよ。つまり成仏しきれない霊がお地蔵様に救いを求めてやってきやすいと言われてるんですね。他にね、手を合わせる以外にも一緒に写真を撮ったり拝むとか、まあ、これもですね同様の理由で危険な場合があるということなんですね。ただこの辺は完全にそのお地蔵様の置かれてる場所とか性質によっては全然違ってくるんですよ。なのでお地蔵様だからといってで何のお地蔵様かわからないまま手を合わせるのが危険だよというお話でした。こういう風にですね、実はこの場所に行ったらこういうこと実はしちゃいけないんだよっていうのも結構あって、中では皆さんも一度は行ったことあると思います。神社においてもやってはいけないことっていうのも結構あります。もちろんこれもその場所によるんで一概には言い切れません。まず神社に行ってはいけないタイミングっていうのがあるんですよ、まあ、それが汚れの状態で行くのが良くないと言われています、まあ、この汚れっていう感じなんですけど、神道の世界で汚れの状態っていうのは心が弱ってる状態を指します。例えば身内が亡くなってしまった後とか出産前後、女性の生理中というのが体力がひどく消耗しているってことで、まあ、昔は神社に参拝に行ってはいけない期間と定められていたそうなんですよ。あとはやってはいけない行動としては、お辞儀をせずに鳥居をくぐる。この鳥居というものが人間界と神様の世界との境界線みたいなものなので、その中に足を踏み入れて入る際はお邪魔しますという意味を込めてお辞儀をしないといけないと言われています。あとは参道の真ん中を歩く、はい、この真ん中っていうのが聖中という言い方をして、この場所っていうのは神様の通り道だとされているんですね。なので必ず左か右どちらかを歩かないといけないと言われています。あとは犬を連れていく、これもね本来は良くないみたいでして、神道では、まあ、動物も汚れの一種とされていて、まあ、今でも日本古来の風習とか考えを引き継いでる神社は動物が入ることを禁止してるってこともあるんですね。で最後にですね、短時間でさっと帰る、これも本当は NG でして、まあ、理由としては神の教育にとどまってその土地とか食べ物の水を飲むことで神様のご利益を得ることができるという考え方があるんですよね。なので参拝に行くとき大体2時間ぐらいかけてのんびりと神社を散策するっていうのが本来はいいとされているみたいです。ただ中にはですね、行こうとしても神社側から拒否されてるサインっていうのも出てきたんで、ちょっとこれも紹介するんですけど、まあ、なんか神社に行こうかなとした時に急にありえないくらい天気が変わった、普段目にしない動物が行く手を阻んできた、行く途中で忘れ物に気づいた、休養を思い出した、突然生理になったと、このような場合にはですね、神様が何かしらの理由で混んでくれと拒絶してるサインなんで、おとなしく行かない方がいいと言われています。虫の知らせみたいな感じですよね。で神社の中にはそもそも呼ばれてないといけない神社っていうのもあって、例えば天川伝説殺人事件という作品の舞台にもなった奈良県の天川神社なんですけど、もともと行きにくい場所もあるっていうのもあって、現在まで何回トライしても未だに行けてないっていう人もたくさんいるんですよね。これが神様に呼ばれてないからっていうことなんだそうです。ここ行けたよという方いたら教えてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はホラー会ということで、お地蔵様とか神社にまつわるちょっとホラーチックな話をしたんですけど、特に最後の神社の考え方なんかは意外と僕らの生活の一部に所々残ってますよね。この前出したキリスト教が日本で流行らなかった理由の動画でも話したんですけど、まあ日本人の宗教観って昔から神道、仏教、キリスト教とか、まあ、いろんな宗教のいいとこを取ったものだったりするんですよね。ただまあ宗教って本来はそういうものだよねと僕は思ってて、厳しいルールにとらわれることなく、いいものはいいものとして自分の中で取り入れて、それをより良い自分へとアップデートしていくと、それを導きとするっていうね、まあ本当苦しみながらもそれが教えだからやらないといけないっていうのはなんか時代に合ってないんじゃないかなとちょっと思っちゃいますね。ちなみに皆さん、お地蔵様や神社関係、怖い体験、もし面白い話あるよって方がいたら、動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。